パンダのキャラ弁キャラ弁とは弁当の中身を漫画、アニメ、芸能人等のキャラクターあるいは自動車などのメカ、風景などに模したものを言う。子供向けの弁当を作る際に子供を喜ばせたり嫌いなものも自主的に食べるようにするためにおかずなどのデザインを工夫することが行われてきた。百三十二年に発行された児童の飲み物とお弁当には 子供の好き嫌いを直す最善の方法として、材料の全く判別できない形に処理し、料理の感覚に美しさを与えることが提唱されていることから、遅くとも、昭和の初期からは、弁当に子供が喜ぶ外観上の工夫をすることは、ある程度の広がりを持って行われていたことが、推察できる。戦後、タコさんウィンナーなど、キャラクター的なおかずをつけることが、 広く行われるようになっていった。料理研究家の沢田澄子が1974年5月に出版したすぐに役立つ子供のお弁当でタコさんウィンナーなどのおかずだけでなくご飯の上にそぼろや海苔を使って猿の顔や自動車などを描いている。他にもパンで立体的な自動車を作るなど現在のキャラ弁の方ががここに見られる。しかしながら まだキャラクター弁当という名称は使われていない。1992年頃より話題になり始め、キャラクター弁当の全国紙での書出は、1997年の朝日新聞だが、1996年の北海道新聞の当初欄には、キャラクター弁当を進める投稿がある。出版物では、1993年にブティック社から、 キャラクターで作ろうかわいいお弁当が出版されている。著者が明記された出版物としては、アメリカ合衆国在住のブレネクユキコが2000年3月に出版したキャラクター一杯のお弁当が早い。その後、ブレネクはキャラ弁関係の出版を重ね、キャラ弁関係の著書だけで16冊を出版している。2011年現在のキャラ弁普及には、 プロの料理評論家ではない一般人のレシピブログが大きな役割を果たしている。人気ブロガーのブログの内容をまとめたレシピ本の出版も相次ぎブログが料理研究会への登竜門の一つとなっている。2003年7月に千葉県在住の主婦ハンドルネームちびブーこと宮沢まりがお絵かきお弁当を発表するサイトを開設。 自らの作品を発表する傍ら投稿コーナーを設けたことから、主婦がキャラ弁作品を発表するようになる。本格的なキャラ弁ブームのきっかけとなったのは、栃木県在住の主婦、ハンドルネーム、カスンが2005年4月に開設したブログであるとされる。主婦がブログで発表を行ってきたキャラ弁作品に関する著者の出版も行われている。 その最初の出版物は2005年10月に出版されたハンドルネームマイのキャラ弁ごっこ宮沢マリの美味しいお絵かきお弁当の2冊である。その後もカスンの愛の逆弁寺島純子のお弁当アートの作り方などが続けて出版された。プロの料理研究家によるキャラ弁刊連本の出版も続いておりキャラ弁刊連本は すでにお弁当レシピ本の中で1ジャンルを構成するに至っている。テレビ東京論文の解決トリックスターにおいてキャラ弁を扱ったクイズコーナートリックキャラ弁が2007年8月から2009年2月の間放送された。NHKBS 熱中夜はお弁当ナイトではカスン、ハンドルネーム、モアイなどが出演し NHK ふるさとの食日本の食には、モアイ、宮沢マリが出演するなど、ワイドショーなどを中心に、キャラ弁を作る主婦、夫が出演する機会も多いまた、ハンドルネーム、モアイなど、我が子のために、キャラ弁を作る父も、テレビで見かける機会が増えている。iPhone、Android などのスマートフォン向けには、キャラ弁レシピのソフトウェアも発売されている。近年、 弁当を自ら作る男性が増加しつつあるが、キャラ弁を作る男性も現れている。アメリカ合衆国においては、弁当がブームとなりつつあるが、アーチストタイプの人たちの間ではもうキャラ弁を作る人も多い。日本のキャラ弁を紹介する、フェイスフードやキャラ弁の弁当作りの技を教える、ヤムヤム弁当、ボックスといった書籍も出版されている。アジア圏の例としてはインドネシアで、 親が子供の嫌いな食べ物を克服させたり、学校で薬品の使われたお菓子などをお昼ご飯代わりにしないようになどの理由で食の安全、安心、栄養に関心が高まったことや国内の経済成長をきっかけに富裕層を中心に子供に持たせる弁当にキャラ弁を盛り込もうとする動きがある。日本語のキャラ弁の本を使って先生が母親に教えている例もある。フィリピンでは お弁当のコンテストが実施された際、駅弁と並んでキャラ弁が紹介され、地元のクオリティペーパー、フィリピンデイリーインクワイアラーでも大きく取り上げられるなど大きな関心を集めた。ありがとうございます。